はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイヌです。はい、今日なんですけども、はい、2月の7日と、そうですね。ということで、はい、朝から、戦いましたね。戦いましたね。はい、スニーカーズの方でオンラインチャレンジをした結果をお伝えしたいと思います。はい、はい、このチャンネルではですね、ファッションやスニーカーに関する、リーク情報や、発売情報を動画でお届けするチャンネルとなっております。チャンネル登録のがお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。今日どんな感じですか、チャレンジ。あ、そうですね。2月の7日の、まあ、9時からですね、はい、スニーカーズの方で、ナイキダンクと、はいはい、プランの方なんですけど、はい、9時の開始に合わせてですね、はい、購入のボタンを押したんですけど、はい、まあ、保留にいつも通りなるじゃないですか。はいはい、で、まあ、結構長く待たされるかなと思ったんで、はい、その保留になってる間にですね、ベイトっていうサイトがありまして、はいはい、そっちの方でも今日9時から販売やったんですよ、はい、ですぐにそっちの方のアプリを立ち上げて見たんですけど、はい、もうベイトの方はもうプラムに関してはもう全部のサイズがなかったんですよ。あ、そうです、はい、ですぐにまたスニーカーの方に戻ったら、はい、もう完売のワーク入れました。あ、完売っていうか売り切れましたっていう、 あなたのサイズは売り切れましたってやるんですよ、はいはい、でできて、で別のサイズが一応選べそうだったんで、はい、その時点でね、確かに9時3分ぐらいでした、ね、はい、で 0.5 センチだけサイズ上げて買えるかなと思ったらまたサイズがあったんで、選んだんですけど、すぐにもう売り切れのマークに変わりました、ね。あ、そうだった、ね、9時5分にはですね、スニーカーズでおそらくなんですけど、確かもう完売に切り替わってましたね。あ、値段の方が完売に切り替わるじゃないですか、はいはい、なってましたね。そうなんですね。で買えずでしたね。で早かったですよ、多分今回これ見てもらえる方でスニーカーで挑戦した方は今回早かったと思ったこと結構多いんじゃないですかね。あ、結果が返ってくるのがね、はい、はいはいはい、まあ、僕の方なんですけど、はい、今日新幹線、そうなんですね、実は新幹線の中から携帯でチャレンジやって、はい、そうですね、昨日ご説明したんですけど、フィアレスは出張やったんで、そうだ、その会社帰ってくる途中やって、はい、で、まあ、新幹線ね、トンネルはちゃんと抜けてほしいから。なるほど。はい。なるほど。まあ、トンネル抜けてたら、ね、ちょっと暗くなる瞬間ですよ。はい、まあ、助かったなと思いながら、でもやってたら、なんかね、なんでかわかんないですけど、はい、いきなり、アプリの方が、なんかログアウト状態になってて、はい、あれってなって。そんなことってあるんですね。うん。で、なんかもう一回ログインし直して、はい、まあ、その時間で、ね、ちょっと時間がかかってしまった。時間無駄にしてしまって、で、まあ、購入ボタン押したんは押したんですけど、はい、結局やっぱりね、遅かったのか、わかんないですけど、ダメでしたね。大きいサイズもね、すぐなくなってましたね。そうですね。はい。今回早かったと思います。早かったですね。はい。まあ、これ、ちょっとね、うん、今回、まあ、書いた方いらっしゃったんですよね。あ、そう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 。はい、コメントね、いただいてて。はい。まあ、おめでとうございます。おめでとうございます。羨ましいですね。ね、羨ましい。めちゃくちゃ欲しかったんで、僕。僕も欲しかったですね。はい。で、欲しい気持ちがまだちょっと収まらなくて。言ってましたね。そうなんですよ、ね。まだちょっと収まらなくて、まあ、はい。合流してからずっと言ってますよね、今日僕と。で、はい、結構ポイントが溜まってるという状況もあって、はい、ポイントを使って買っちゃおうかな、みたいな。っていうふうにちょっと今考えてるってことですよね。あれなんですよ、はい、ポイントがね、まあ、結構溜まってるので。結構言ってましたね、前から。で、まあ、それ使ったら、まあ、プレネも、はい、まあ、定価ぐらいの下げで買うことができそうなんで、はいはい、どうしようかな、まあ、スニーカーで買う値段とそんな変わんないっていう。そうそうそう。そうね、はい、どうしようかなと、今ちょっと考えてますね。ああ、いいですよね、靴、はい。ちょっと生で見たいですね、まあ。はい。気がついたらもう、買ってしまってて、ここで紹介するかもしれない、ね。あ、開封の儀ですか。はい。あ、まあ、もし僕が買ってたらね。そうですね。はい、ちょっと楽しみにしてもらえれば、はい、って感じですね。はい。スニーカーズで、まあ、僕ら今日朝挑戦したんですけど、はい、まあ、そのスニーカーズの話の続きでですね、はいはい、エアジョーダン1、はい、フリーメンズで、はい、UNC to Chicago なんですけど、はい、スニーカーズの来てましてですね、ああ、そうなんですね。はい、2月の14日に、うんうん、まあ、スニーカーズで買えるっていうのが分かったんですけど、うんうん、国内を、うん。センチ書いてるじゃないですか、最近。はい、見てみると、はい、一応29センチまでフリーメンズであったんで、はい、僕これギリギリいけるなってなったんですよ。僕無理っすね。ああ、そうですね。うん、はい、一応、まあね、海外のサイトで大きいサイズはあるっていうふうに、はいはい、まあ、リークではあったんですけど、はい、国内の方でもですね、割とは29センチだったら割とはゴールデンサイズぐらいの方までカバーできると思うので、はい、あ、メンズの方でした、うん、でしたら、はい。なんで、ちょっと、あれですね、まあ欲しいのであれ、うん、まあ、その14日に関しては挑戦しようかなと思ってますね。まあ、多分買えないと思いますけど。なるほど。はい、まあ、ちょっと何本か写真来てたんで、見てもらいたいんですけど、はい、はい。なんか赤い、なんかナイキって書いてあったら、タグのキーホルダーみたいなのがつくみたいなんですけど。ああ、そうなんですね。はい。こちら見てもらいたいんですけど、はい、まあ、以前ご紹介しました、はい、まあ、リークで2月の12日に出るんじゃないかって言われてました、うん、ニュービギニングパックなんですけど、うん、オフィシャルのフォトが出てきましてですね、はい、nike.com の、まあ、海外の方なんですけど、うん、何ですか、売られるっていう話が出てきてたみたいなんで。ああ、そうなんですね。はい。まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、このね、箱が特徴的な感じなんです。はい、こちらなんですけど、日本で売られる情報がまだ出てきてないんですよ。そういえば全然出てこないですね。はい、
で、あるリーク情報を見てますと、はい、スニーカーズの方にこれだったら来るんじゃないかっていう書き込みがあったんですよ。はい、もしそれが本当ならば、はい、まあ、国内のね、スニーカーズの方に可能性があるのかな、あるかもしれないんですけど、まあ、今のところは可能性は薄そうだなって気はしますね。でもね、最初にあの藤原博さんがリークしてるぐらいが日本でも売ってほしいですよね。はい、今のところ350ドルっていうのは変わってないですね。はいはい。はい、ちょ2月の12日っていうことになってるんですけど、はい、まあ、こちらも楽しみですね。そうですね。はい。はい、まあ、あのこの情報もね、はい、具体的なの出てきたタイミングでまた動画にはしていきますし、まあ、直前ぐらいまで受け上げたいなと、はい、僕はあのまだちょっとプラも諦めきれずに悩んでますので、そう、ね、あの皆さんあの、はい、コメント欄で僕の背中を押してくださいそしたらあのひょっとしたら買ってるかもしれないですね、はい、あの買ってここであの開封のギアル来週ぐらいやってるかもしれないですね、はいはい、まあ、あの皆さん のコメントの力であぜひ押してやってください、はい、またあの今後ね開封のギもやるかもしれないので、はい、そうですね、はい、気になる方チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。はい、さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real force buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.